お疲れ様です。タラです。現在 125cc クラスでは絶好調な売り上げのホンダ125シリーズ、その先駆けとなったのはキーレスやキャストホイールにディスクブレーキなど豪華装備を満載したスーパーカブ C125 でした。今回はスーパーカブ C125 の2023年モデルが発表。海外ではすでに発売されていたマットグレーが日本国内モデルとして設定。これまでのイメージカラーだったブルーがなくなり、新たなカラー展開を見せるスーパーカブ C125 2023年モデルを取り上げてみたいと思います。このチャンネルでは私たらが気になったバイクニュースネタを取り上げています。いいねと思ったらぜひコメントやいいね、チャンネル登録をお願いいたします。待望のマットグレー、ホンダスーパーカブ C125 2023年モデル登場。ホンダは1958年に発売されたスーパーカブ C100 のイメージを現在にスタイリッシュに蘇らせたスーパーカブ C125 に新色を設定し、2023年モデルとして2月16日に発売。2021年春に海外で発表され、導入が待ち望まれていたマットグレーがついに日本初登場。さらにパールカテットグレーが追加され、レッドは継続販売となります。これに伴い、これまでの C125 のイメージカラーでしたパールタニタブルーは初めて廃盤となりました。スーパーカブ C125 が新型エンジンに切り替わったのはタイで2021年3月に発表されたのが最初。この時に追加されたニューカラーのマットグレーは日本でも注目を集め、導入が心待ちにされていました。一部では並行輸入したショップからこのカラーリングを入手したユーザーもいたほど。私も発表時にはすごく武骨でかっこいいカラーリングだなと思っていました。正式な色名はマットアクシスグレーメタリックで、ボディ主要パーツだけではなくホイールやエンジン、マフラーカバー、サスペンション、テールランプカバーなど至るところまでトーンの異なるマットグレーで塗り分けられています。これにアクセントカラーとなる鮮やかなレッドのシート、ウィングマーク、社名ロゴが鮮烈な印象。ダックス125や3月発売予定の CL250 にも採用予定の旧エンジン時代にラインナップされていたパールカテットグレーが2023年モデルで復活。やや青みがかった上品なグレーで、シートもトーンの異なるグレーで構成されています。ちなみに赤は優勢株みたいで嫌っていう感想を目にしますが、皆さんどう感じているんですかね。鮮やかな赤で優勢株とは全然印象は異なると思うんですけど。スーパーカブ C125 は1958年に発売された初代スーパーカブ C100 の誕生60周年を記念して2018年に初登場。切削仕上げの美しい専用キャストホイールにチューブレスタイヤを履き、フロントには油圧式ディスクブレーキを装備。スマートキーによるアンサーバックで自社位置を知らせる機能も装備する、ある意味スーパーカブには過剰ともいえる豪華装備を搭載。2021年9月にはグロムなどが先行採用していたロングストローク型の新エンジンに切り替わり、スーパーカブ C125 の4速トランスミッションの同エンジンはダックス125にも展開されています。スーパーカブ C125 の2023年モデルは来月2月16日から販売開始。嬉しいのは価格据え置きの44万円での販売です。ヤマハが結構値上げラッシュがありますからね。以前の XSR700 の動画でお話しましたが、実際にテネレ700や YZF-R25 の2023年モデル値上げが来ましたね。2023年のスーパーカブ C125 の年間販売計画台数は昨年比700台アップの3200台。やはりというか相変わらず人気車種です。とはいえハンターカブや発売してみても、昨年は各店1台くらいしか入荷しなかったダックス125と違って、スーパーカブ C125 の新車は検索してみても割と在庫ありで車両が見つかります。先ほどの優勢株の話かどうかは分かりませんが、赤の在庫が比較的多いように感じます。しかも定価よりも安い個体も結構見かけますね。最安だと新車で38万円台もあるので、赤が好きな方は2023年モデルを待たず2022年モデルを買ってしまってもいいと思います。特に変更点はないので。あとこれまでのイメージカラーだったパールタニタブルーは2023年モデルでは廃盤でなくなっていますので、今のうちが購入チャンスだと思います。私たらはハンターカブに乗っていますが、最近のホンダの 125cc はとにかく完成度が高く、昔の 125cc のイメージで乗るとパワフルかつスムーズで、原付2種とは思えない質感と乗り心地です。電気代も灯油もガソリン代もどんどん値上がりしていく時代なので、
こういった 125cc は経済的で普段の足にとてもよく活用してくれますよ。今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは。